疲れ様。お疲れ。なんかね、学校で今日歴史のテストがあったもん。やばくない？で、何点だったと思う？0点だよ。0点なの。数学も本当に私苦手だから、本当に壊滅的って感じで。え、これスムージー用の人参。人参スムージーは美味しそう。ビビらせんのはやめてよ。最悪、超怖いんだからね、本当に。もリオン様、朝です。起きてください。もう朝？はい、朝食もできましたよ。ありがとう。今日のニュースは？ソリー社、新型メイド AI の発売発表で話題。女子高生、幽霊に襲われる動画がバズる。あとは…続いては占いコーナー。牡牛座のあなた、運勢は最悪。ラッキーアイテムは孫の手です。リオン様の運勢は最悪みたいです。占いの結果が悪い時にばっか教えるのはやめて。でもリオン様、占いとか一切信じてないじゃないですか。まあそうだけど。幽霊？妖怪？都市伝説？そんな非科学的なものは信じない。私が信じてるのは科学とお金だけ。お母さん、行ってきます。この物語はそんな私に降りかかった不思議な一日の物語。わあ、おはよう。ね、いいニュースと悪いニュースがある。どっち先聞きたい？じゃあ悪い方から。さ、動物みたいな何かに襲われてさ。え、大丈夫？いや、マジ、ほんと怖くてさ、見てくれ。何？うわ、マジ怪奇でしょ。でね、その動画投稿したら、なんかバズっちゃってさ。え、すごっ。バズったら千年シティって聞いたので、うちゃん TikTok 拡散してきました。うわ、うちら羽ばたいちゃってんじゃん。リオン様、まだ300m ですけど、もうスタミナ切れですか？でもその時の怪奇ってひょっとしてまたあいつの仕業じゃない？リオン、待って、あの妖怪メガネ、うわ、ありえる。あいつにちょっかい出してからマジうつらついてないからね。昨日もしかしたらあいつだったのかも。だとしたらストーカー？それでも生き量？キャッ。誰がストーカーだって。生き量？生き量っているわけないでしょ。だからビビりすぎ。ビビってないし。そうよ。学校には来ないのかよ。行かない。だってあんたたちは私に学校来てほしくないでしょ。そうよ、もちろん。リオン様、災難でしたね。今日の運動はこれくらいにしてお茶にしますか？ううん、大丈夫。そうですか、無理せず。ノワールはいつでもリオン様の味方です。うん、ありがとう。
しもし。先生、今どこら辺にいます？おはよう、わとこくん。だから、わとこじゃない、ストーコス。つうか先生、もう昼っすよ。私もう現場ついてるっす。ごめんね、朝弱くて。先に準備しといて。はい。先生雑用全部私に押し付けて。わっ、ああ最悪。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あれこれで全部しかない。ノワール、人参の落下地点の物理シミュレートお願い。かしこまりました。リオン様、そこの草が。あの子のメイド AI すっごい優秀なんすね。古典コンピューターで動く AI と一緒にしないでいただきたい。あと、どちらかというと執事です。失礼したっす。あ、俺と言ってはなんだけど、これあげるっすね。何ですかこれ。これは簡単事例棒の孫ハンドチャンス。一家に一本、原因不明の肩こり、腰痛、痒みも取れる万能アイテムっす。ではこれにて失礼するっす。うさんくさ。リオさん、あれ、先ほどの女性が落としていきました。そういうのはさっき言いなさいよ。人参の落下位置しか聞かれませんでした。そういうのは空気を読んで先に教えなさい。かしこまりました。ではリオンさん、空気を読んで届けてあげましょう。分かった。どこ行っちゃったんだろう。何これ、なんかの儀式。大丈夫ですか？どうなってんの？アラート、近辺に異常な数値の磁場が検出されています。リオン様、何がどうなってんの？終わる。一旦ラボに帰るよ。はい。よいしょ。これでラスト。本当にこれで捕まるんすかね？バトコ君へ。手順1。大量の人参とセッタを用意する。手順2、セッタを設置しお酒を吹きかける。手順3、お酒をかけたセッタに人参を入れ待つ。手順4、あとはなんとかなる4。あー、いくら低級スピル対策あって私まだ見習いなのに。わ、マジで集まってきた。先生、ちょっとこの数は聞いてないっす。何だったの一体。幽霊ですかね。幽霊？この時間から？そもそも幽霊なんているわけ？リオン様、先ほどの事象ですが、同様の被害が X にポストされております。この模様、さっき見たのと同じ。ノワール、カメラの構造をスキャンして。かしこまりました。基本構造は一般的な写真機と一緒ですが、見たことのない光学センサーが使われています。
VSI0N43200。 旧西園寺工学研究所、現在のソリーが開発した旧式の光学センサーのモデルと一致。しかし、この型番は一切関連データがヒットしません。この空間行為送変聴器はソリー製の代々木周辺の防犯カメラを片っ端から検索して。かしこまりました。あなたも陰陽師業者ですか？それともここは陰陽師？ただの JK ですけど。マジっすか？さっきのスピルのことは？スピル？スピルっていわゆるあの世からこの世にはみ出してきてしまった精霊のことっす。うちバーズのこと教えるんで少女退治協力してほしいっす。リオン様、自己紹介がまだでした。私はこういうものです。鍵交換業者？違う、探偵事務所。そして陰陽業民間委託業者としてワーズの管理業務も行ってるっす。ワーズとは我々がいる現世と常世の隙間に存在する精霊たちが住まう神聖領域のことを指すっす。リオンさんが写してるそれっす。本来常世の存在である精霊たちなんですが、バーズという領域では困ったことに現世に怪異や心霊現象を引き起こしちゃうんです。特に現世にはみ出して悪影響を与えてしまう精霊をうちらはスピルと呼んでいるんです。私たち陰陽師はバーズと現世を分かつ結界の保全をしたり、スピルたちを保護したり、現世と常世のバランスを守っているんです。あなたはどうやってこれを？わ、急がないとっすね。詳しくは走りながら説明するっす。よし、捕まった。順調っすね。てかその掃除機何なの？ふふふ、これは吸引力の変わらないただ一つの除霊機、ワトソン4号っす。どこかで聞いたような。できないかな。どうすんの？それは逃げるっす。リオン様、なんか嫌な気配が。なんか投げてきた。あれはうんこっす。もうなんも。ゴリラが糞を投げる行為は求愛行動の際にも行われると言われておりました。そういうの今いいから。行き止まりっす。どうすんの？これを使うっす。汚れや集まりから我らを守りたまえ、ラブ&カップ。そうだ先生、あ、スマホが。ノワール、
ゴリラの弱点は？ゴリラはいかついメタルに対してメンタルが弱いらしいです。メンタル？サル、ゴリラチンパンジー、サル、ゴリラチンパンジー、サル、ゴリラサル、ゴリラ、あ、もうダメかも。待たせたね、ワトコくん。先生。さて、準備はいいかい、ワトコ。ワトコじゃないです。トコです。VTOVAR Translation。ソウルインジェクション。行くよ。リオン様、見てください。大丈夫、先生に任せて。先生はバーズの中で巫女化して戦うことができるんです。巫女化？そう、先生は自分の魂を V シンクできる選ばれし V シンカーなんす。つまり？簡単に言うとウルトラ幽体離脱っす。なるほど。ただいま。お疲れ様っす、先生。動物霊たちが暴れた理由はこれね。これはキャンディーの包み紙。どうやらこれにはスピルのオーラを増加させる力があるよ。さすが先生っす。よくわかったっすね。どんな推理したんすか？初歩的なことだよ、男。そこにいる自爆霊に聞いたのさ。推理じゃないんかーい。しかしこんなたちの悪いたずら一体誰が。で、君は何者なの？私は上野女子学院3年の神崎リオンです。上女か、懐かしい。実は私も昔上女生だったの。また何かあったら連絡してもらえ。さや、ロッホーム、シャーロック・ホームズ。なるほど。あと、くれぐれも公安には気をつけたまえ。下手にバーズに関わると誤認逮捕される恐れがある。これは謝礼。ありがとうございます。リオンさん、今日は助かったっす。これにて失礼するっす。じゃあ。
帰ったら幽霊とか都市伝説とか片っ端から調べるよ。かしこまりました。早くやられちゃったねえパパ、次はどんないたずらを仕掛けようかしら。あれ、社会学者のザピアンの大事、ね、後ろの正面だ。